こんはんマーンーー、キググダグです今日もは久々の企画行きたいと思いマーティンキングダグのビビーゴー,ーイー今日は来,来月6月15日。はい。2021年下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦開催が決まりマーティンでございましたイェーイ なお会場は愛知県の稲沢グランドボールで行います。なお、リモートマッチか現時点で有観楽。じゃあ上限含めて、入場料ただし1000円です。はい。出場女子はまあいろいろあるけども、復帰の可能性もありますし、まあ、順位決定戦、誰が出るかはお楽しみでございます。といえば、はい。資格、で、資格ある人しか出れません。ただし、はい。なお、2021年の対象はですね、 六甲、大岡産業、そして MK チャリティ、ストームジャパン、コカ・コアカップ、宮崎、アッパ、JLBC の大会が対象で、出場者決まるんですね。はい。果たして誰が優勝するかはまだ予想できませんが、楽しみでございます。以上です。バイバイ。